スの吉山です。今日はバランスボールを使った、肩周りをスッキリさせるエクササイズを紹介します。はい、では最初に、簡単なチェックを行います。座っていただいて首を回しましょう。今の肩の周りぐらいとか、引っかかり具合をなんとなく覚えておいてください。はい、ではエクササイズを行います。骨盤を動かすだけです。丸める立てる丸める立てる、この動きをご自身のペースでいいのでやってみてください。 NG パターンとしてこういう形だと膝しか動いてないので骨盤が動くようにを意識です。2つ目は横バージョン、骨盤を横に動かします。これもご自身のペースでいいので、頭の位置はあまり変わらないで骨盤だけが動く形でやってみてください。最後、今の前後と横の動きを混ぜてお尻で大きな円を描きます。はい、最後にもう一回首を回してみましょう。最初と比べてどうでしょうか。動きが軽くなったりとかスムーズに動くようになった感じがあるんではないでしょうか。背骨が凝り固まってしまわないように、今みたいな動きをぜひやっていきましょう。